客様、お帰りなさいませ。本日も一日お疲れ様でございました。お待ち合わせのお時間厳守と往復券のご購入誠にありがとうございます。今朝寝台バスに積み込んだベッドは除菌済みのものがそのまま設置してございますので、同じ位置へご乗車をよろしくお願いいたします。改めまして、本日も一日お疲れ様でございました。このバスは訪問寝台バス通勤通学サービスのお帰りのコースでございます。安全な速度でお客様のご自宅まで送迎をいたしますので、どうぞご安心くださいませ。なお到着予定は3時間後を予定しております。それでは乗務員のご紹介をさせていただきます。運転手はライオンさん、車内レストランの調理師うさぎさん、車内入浴施設の管理とベッドの運び込み担当はゾウさん、クマさん、総合案内とお客様のメンテナンスはオーナーの私が担当させていただきます。なお全員衛生検査と消毒済みでございますので、どうぞご安心くださいませ。それでは帰路のコースもどうぞよろしくお願いいたします。まずお客様のために隣接の県から引いております車内の温泉に入っていただきたく存じます。最前方に温泉コーナーがございまして、シャンプー、トリートメント、ボディーソープ、サウナもついておりますので、ご自由にお使いくださいませ。車内着として寒いがございますので、ご着用ください。何かご用がございましたら、温泉コーナーに設置の呼び出しボタンを押して係員をお呼びください。それではごゆっくりご入浴をお楽しみくださいませ。様、お湯加減はいかがでしたでしょうか。あ、本当ですか。よかったです。ありがとうございます。はい、弊社スタッフのうさぎさんとくまさんが先にお風呂に入っておられたのですね。私の目が行き届いておらず大変申し訳ございませんでした。後ほど厳重注意をさせていただきますね。お詫びといってはなんですが、よろしければ食後に肩のマッサージを追加サービスさせていただきたいのですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。では後ほどさせていただきますね。ではただいまからドライヤーとブラッシングを私が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ドライヤーはこちらを使わせていただきます。もし熱が熱かったりした場合はすぐおっしゃってください。はい、それでは失礼いたします。
それではブラッシングもさせていただきます。失礼します。お疲れ様でございました。それではただいまから弊社動物スタッフ特製のドリンクとお弁当をご用意させていただきます。こちらは弊社の生産担当の動物スタッフが作っております白ぶどう果汁が入ったドリンクでございます。もしよろしければお継ぎいたしましょうか。はい、ありがとうございます。失礼いたします。お待たせいたしました。本日もお疲れ様でございました。こちらのお弁当は先ほどバス車内にて車内レストラン調理師うさぎさん特製幕の内弁当となっております。どちらも自信作と申しておりますのでお楽しみいただけますと幸いです。それではごゆっくりご賞味くださいませ。失礼いたします。お食事はお済みでしょうか。はい、お味はいかがでしたか。本当ですか。ありがとうございます。弊社スタッフたちも喜びます。それではただいまからペーパー歯磨きと先ほど申し上げました追加サービスの肩のマッサージをさせていただきますね。まずはこちらのペーパー歯磨きをさせていただきます。お口を大きく開けてください。強さ加減は大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。
でございました。それでは続きまして肩のマッサージをさせていただきます。今回オイルを使わせていただくのですが、今現在お肌の調子はいかがですか？特にお変わりはないですか？はい、ありがとうございます。一応お肌に優しいオイルを使わせていただくのですが、もしかゆみ等が出てしまった場合はすぐおっしゃってくださいね。それでは薄いタオルもかけさせていただきます。失礼します。もしオイルでかゆみ等が出た場合はすぐおっしゃってくださいね。ではまず揉みほぐしから失礼いたします。加減は大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。では反対側も失礼いたします。では続けて軽く叩いていきます。今タオルで軽くオイルを拭き取ったのですが、まだ気持ち悪いところはありますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お客様にご案内申し上げます。このバスはあと2時間ほどでお客様のご自宅に到着いたします。到着しましたら、ただいまご着用のサムイのままで結構ですので、ベッドごと係員がお部屋までお運びいたします。
なお、サムイに関しましてはプレゼントさせていただきますので、よろしければお部屋着としてお使いくださいませ。なお、最高峰にはお手洗い、漫画コーナー、フリードリンクコーナーもございますので、ご自由にお使いくださいませ。本日の乗務員は運転手ライオンさん、車内レストランの調理師ウサギさん、車内入浴施設の管理とベッドの運び込み担当はゾウさん、クマさん、総合案内とお客様のメンテナンスはオーナーの私が担当させていただきました。至らぬ点もございましたが、お付き合いくださりありがとうございます。それではご到着時にお声掛けさせていただきますので、ごゆっくりお休みくださいませ。お客様、失礼いたします。ただいまご自宅前に到着いたしました。係員がお部屋までお運びいたしますので、少し揺れが気になるかもしれませんが、ご辛抱願えればと存じます。安全に移動を心がけておりますので、どうぞご安心くださいませ。それではお預かりしたご自宅の鍵を使わせていただきますね。それではよろしくお願いいたします。までございました。起こしてしまい申し訳ございません。歯磨きもお風呂も済んでおりますので、このまま朝までごゆっくりお休みくださいませ。ご料金に関しましては、お客様は往復券をご購入済みですので、2割引きとさせていただきますね。本日は訪問バス寝台サービスのご利用誠にありがとうございました。またのご予約をスタッフ一同お待ちしております。それではおやすみなさいませ。